さわしく笑い合えることなぜだろうか。涙が出ること君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。その日から何もかも菅田将暉くんは声が高い。どうも帽子親父でーす。いやー、最近菅田将暉さんの間違い探しにハマってまして、家で歌ってると娘に文句を言われるもので、今歌ってみました。帽子親父でーす。はい、気を取り直しまして、本日も帽子の紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。そうなんです、今日は何紹介しようかなと思ったんですけど、私が今かぶってるニット帽、通称イスラムワッチっていうニット帽なんですけども、先週まではこのグレーをかぶっていたんですけども、そろそろ色が褪せてきましたので今日買い替えました。で、今回は緑を買ってみました。で、グレーの元々の色っていうのはこちらになりますね。で、今色違いが黒がございます。黒、ブラックで、このブランドがですね、ノックスっていうブランドなんですけども、見えるかな、タグノックス、 K-N-O-X ノックスで、タグがこのような感じで、わあ、伝統がありそうなタグですね。かっこいいですね。アメリカのブランドですね。あ、こちらのノックスさんの紹介をちょっと詳しくしていきたいと思います。それでは VTR スタート。ノックスの誕生はアメリカ南北戦争時代の1838年、実にあのリーバイスが1853年に創業するその以前から存在する老舗のハットブランドです。今日数多くのブランドが存在する中で、ノックスは180年もの歴史を持つアメリカ最古のブランドの一つと称されているほどです。例えばあのクリスチャン・ディオールで1950年、グッチでさえ1921年の創業とされています。名の知れたハットメーカーボルサリーノの誕生が1857年とされるので、それよりも歴史ある老舗ハットブランドとして話題性に満ちた輝かしいブランドストーリーを語ることができるのです。ノックスハットカンパニーは1838年、チャールズ・ノックスによってアメリカ南北戦争の前に設立されました。記念すべき第1号店はニューヨーク・マンハッタンのフルトンストリートにありました。美しく誠実な帽子作りが評判を呼び、ノックスの名は一躍有名なものとなりました。また当時世界最大と呼ばれたブルックリンの自社工場の建物は今も現存し、アメリカの歴史を物語っています。1878年、チャールズ・ノックスは息子のエドワード・ノックスに自らの会社を引き継がせました。エドワードは父チャールズの夢を大きく実らせることとなります。なぜなら19世紀後半は高品質の帽子を扱うノックス社にとって飛躍の時代となったからです。それはレンガ職人であろうと金融界の大御所であろうと、帽子をかぶらないで家を出ることなどない時代、あらゆるシーンのために様々な帽子が存在し、紳士のクローゼットにはフォーマルなシルクトップハットからカジュアルなカンカン帽まで、目的に応じた帽子が使い分けられていたのです。それは人々が
自分の帽子によって評価を受け、帽子が社会的地位や権力の象徴とされる時代だったのです。いい時代ですね。かの16代大統領リンカーン、大富豪ロックフェラー、26代大統領テディ・ルーズベルト、実は彼らが愛用していた帽子こそがノックスだったのです。ノックスは成功者の証であり、アメリカンドリームの象徴として君臨していました。私が好きな言葉があるのですが、ノックスをかぶってキャデラックに乗る、それこそがアメリカンドリームの象徴である。こうしてノックスは上質を求める世界中のセレブリティたちに愛用され、輝かしい名声を売ることとなったのです。はい、今回はそんな世界的ハットメーカーのノックスさんのサマーニットですね。私がずっといつも被ってるんですけども、やっぱりこのざっくり編み、向こう側が透けて見えるぐらいのざっくりとした編み目ですね。これがやっぱり通気性がいいですよね。素材は綿 100% で手洗いすることもできるんですけども、やっぱり被り心地がすごく柔らかいのが特徴ですよね。うん、被っててすごく気持ちがいいです。まあぐっと被って耳の上、まあ耳が潰れないぐらいで止まってくれるので、まあ髪が短い方にどちらかといえば僕はおすすめしたいですね。まあ落ち着いて見える黒色だったり、まあ明るく柔らかい雰囲気が出るグレー、この2色となりますね。ものすごくおすすめです。どんな時におすすめかと言いますと、この時期でしたら、まあショッピングモールとかは冷房が効きすぎたりしてるところも少なくないと思うので、そんな時に被ってるとやっぱりちょっと暖かいですし、でまあ外に出たなら出たで直射日光が髪に熱をためるよりも1枚守ってくれるこの薄手の帽子なんかがあったら快適に過ごせるかと思います。今回は割と真面目な帽子紹介になりましたが、次回もこの動画楽しみにしてください。どうもまたね、ありがとう。